アップデートだ、アップデートが来たぞ。あ、どもども、ポネです。というわけで早速こいつを見に行こう。STM9 って言うらしいね。サイトは未来っぽいデザインだったので UH をつけてみた。なかなかかっこいいね。単発のみなのが惜しいくらいだ。それでは弾を入れていこう。はいはい。からのパンチ。ははは。はい、それではやっていきましょう。使っていく武器は STM9 です。シングルオンリーなのがだいぶ辛い武器です。単発系の武器って苦手なんだよね。まあ見た目がかっこいいから頑張りましょう。そういえば新型のヘッドセットもつけてきたんだよね。と言っても違いはわからんが、今足音したな。結構近いように感じたけど、性能がいいからなのかな。てかサイトの光強くなった？なんか色っぽくなったような。明らかに濃くなってるよね。もうめんどくさいんで詰めちゃいましょう。多分勝てるでしょ。あれ、でも見当たらないな。確かこの辺で足音がしたと思うんだけど。いた。STM で最初の光線だ。よし、オッケー。反動は全くない感じだね。ま、9ミリのサイガですら反動ないから分かってたけど。相手はハンドガンか。もう少し移動して敵を探そうか。うわ、なんかこのヘッドホンすごい金属音響くな。めっちゃ耳痛いので早急に敵のと交換したい。やっぱヘッドセットは慣れてるやつじゃないとな。ちなみに弾薬は 7N31 ね。これが一番強い。いいね。うわ、やば。あれ倒した？生きてる。危な危な。危うく死ぬところだった。さて装備をもらってくぞ。 VTOAK か、珍しいもの持ってるな。リグも新しいの持ってきたけど狭いんで捨てちゃいます。それじゃいつものように電源つけて真剣説いっちゃいましょう。そういえば筋力とかも弱体化されたらしいね。届かなくなってる。これは木登り必須かな。あとはここの飛び越えとかだよね。できるのかな。ちょっとコツがいるけどまだいけそうだね。割といい感じの調整なんじゃないか。というわけでたどり着いたよ。できればこれ撃ちたいんだけど、誰かいるかな。あ、いるね。上ですよ。逃した。こっから追撃。ちょっと角度足りなかったか。こっち。そもそも登れない。ここから行けるかな？スカブが死んでる。で、敵はどこに行ったんだ？やっぱここからじゃ見えないもんな。下に降りて探すしかないか。
いないな。どこ行ったんだろう。あ、わかった。コンテナ入り口の方か。オッケー。結構セミオートも悪くないかも。まあ、フルオートのが楽なんだけど。おっと？なんだこれ。キャット？よくわかんないけどもらっておこう。V は維持してないのか。それでは漁ろう。あ、この人もお揃いじゃん。しかも防弾グラスまでつけてますよ。アップデート楽しんでますね。弾もいいね。カバンも交換しよう。やっぱみんな新武器使うよね。む、お客さんだ。ちょうど反対側ぐらいにいるかな。下から撃ち下ろしてやるか。その前にいらないものを。音はそんなに近くないね。どこだろう。やばい、登ってくる。オッケー。二人だったのか。まずは一人目。おお、やっぱみんな使ってるね。STM は全部回収しちゃうぞ。しかも新しいカバンじゃん。とても長い。弾はいいものじゃなかったのでスルー。そんでリブも交換しに来ました。こっちの方が広いよね。足音。いた。ここは一旦上からだね。鎮痛めんどいから注射で。多分相手はここから顔を出すの読んでるだろうから、こっち。青コンだね。多分グレネード入るんじゃないかな。あとはなるべく狙いにくい位置から。え？今の当たってないってマジっすか。ちょちょい、ここ通れない。はい。間違えた。でもあの位置ならやれる。飛べー。オッケー。てかなんか硬くないか？めっちゃ弾使った気がする。さっきの本当に 7N か？まあ、倒せたから。いいか。途中から AT のやつだったか。あ、結構美味しいね。負けなくてよかった。てか新しいリグこの人も持ってるね。それじゃ交換しまして。ちょっとバックに欲しいものが。はい、オッケー。さっさと帰りましょう。というわけで今回は新武器、STM9 を使ってみたよ。使用感としてはサイガ9とあんまり差はないかな？メリットとしてはかっこいいのと、マガジンサイズが大きいことじゃないですかね。あとは精度がいいので、サブマシンガンで狙撃したい人には重宝しそう。まあそんな人がいるかは知らないですが。というわけで今回はこんなところで。それでは皆さんご視聴、ありがとうございました。